K2 はカラコルム山脈にある山。標高は8611メートルでエベレストに次ぐ世界第2位の高さである。パキスタンのギルギット・バルティスタン州と中華人民共和国のウイグル自治区との国境に位置する。K2 という頭文字はケリコラムナンバーにつまりカラコルム山脈測量番号2号を意味する。パキスタンの最高峰であり。 カラコルム山脈の最高峰でもある。測量局のトーマス・ジョージ・モント・ゴメリーが描いた K1 と K2 のスケッチ世界、第2位の広報であるにもかかわらず、人里から遠く離れた奥地にあるため、19世紀末、まではほとんど人々に存在を知られることもなく、名前さえもなかった。イギリス統治時代のインド測量局のトーマス・ジョージ・モント・ゴメリーが1856年から、 カラコルム3系の測量を始めた際に南方210キロから測量した特に標高が高い山々にカラコルムの頭文字 K を取って順に K1、K2、K3、K4、K5 と測量番号を付けた。その後、K2 以外の山には新たに名前が付けられたり、現地の名前が採用されたりしたが、K2 だけは測量番号がそのまま3名に残った。 王立地理学会が命名に反対したものの、この地域を探検したイギリスの探検家、ヘンリー・ハーバー・シャム・ゴッドイン・オースティンの名前を冠して、ゴッドイン・オースティンさんと呼ばれることがある。中国名はチョゴリで、これはチベット語系のバルティ語で、大きい山を意味するチョゴリが由来である。中国側からアプローチするのは困難なため、ほとんどの登山者は、 パキスタン側からアプローチをする。登頂の難しさでは、世界最高峰のエベレストよりも上で、世界一登ることが難しい山とも言われる。その理由として、人が住む集落から遠く離れた奥地に存在することによるアプローチの困難さ、エベレストよりも厳しい気候条件、急峻な山陽によるなだれ滑落の危険性などが挙げられる。軽通登山に関しては、 一般的なルートでさえ、エベレストのバリエーションルートに匹敵すると言われる。これらの困難さから、全部で14座ある8000メートル峰の中で最後の、冬季未登頂法であったが、2021年1月16日、ネパールの登山隊によって、初めて達成された。遭難者の数も多く、2012年3月までの時点で登頂者数306人に対し、 死亡者数は81人に達する。チャールズ・ハウストン、ロバート・ベーツ教著の書籍のタイトルから、非常の山とも呼ばれる。4人程度のアタッカーに必要な装備は、2011年のゲルリン・デ・カルテンブルナーの北領当藩のケースでは、無酸素であっても総重量2.2トンに達する。一方で、他の山と同様にゴミも問題となっている。なだれのために、 k 通登頂を断念した写真家のトミー・ファインリヒは余った時間を利用して k 通に廃棄された 800kg の登山家のゴミを回収した。氷河の一つの場所だけで 390kg ものゴミが回収された。ありがとうございます。